ここに、西部劇に出てくる、酒場みたいな、こういう、スイングドアがあったら、かっこいいかな。邪魔か。サックスの練習にかまけて、模様替えが遅れているんですけども、ちょっといよいよね、今日はもうクリスマスです。12月25日なので、ちょっと年内に間に合わすためにちゃんとやんなきゃいけないんですけど、僕がどっちかというと、ありかキリギリスかで言うと、キリギリスなんで、楽器の演奏ばかりやってます。で、やっぱりどうしてもこの柱が邪魔なんで、この柱を取っちゃおうと思って、で、このロフトの支えをどうするかというと、今までここ、まあ向こう側とここの柱で支えてたんですけど、今ここにね、この横にこの支えをつけたんですよ。で、ここにこう柱が中にあるんで、まあ、そこに今打ち付けたので、これでもう支えられてるんで、もうこの柱は取っちゃって大丈夫なんですよ。よいしょ。よし。さしょ。全然。大丈夫です。これで通りやすくなりましたね。あれ、だとしたら、このカウンターこっちにやってもいいのかな？その方がいいか。この間、このホースシューで、この飾り柱を固定しましたけど、また一回外して、これをこっちに移そうかな。よいしここで、いいか。もともと、これはここに置いてあったんですけどね。結局、戻ってきたな。で、この中に冷蔵庫をロフトの上にしようかなって言ってたんですけど、やっぱり上だといろいろ電源のこともあるから、ここにします。柱を撤去したから、このシンクはそっち側に寄せてもいいんじゃないかってさっき言ったんですけども、ここがドアなんですよね、入り口の。なので、入り口から入ってすぐのここよりも、多分ここに、こうスツールとかを置いて、ここがバーカウンターにできるので、やっぱりこっちの方がいいですね。こっちにします。メリークリスマス。今、模様替え中に、備蓄の食料、この インスタントラーメンが出てきたんで、クリスマスなので、これをいただこうと思います。賞味期限が
2023年8月18日 メリークリスマス。またね、超行き当たりばったりな感じで進めてますけど、ここにね、何かちょっとしたマグカップやら何やらを置ける棚を取り付けます。こういう時にね、もう一人誰かいるとちょっとそっちを抑えといてっていうことができるんですけども、まあまあ今までなんとか一人でやってきてます。そういえばこっちじゃなくてメインチャンネルの方、先々週2023年の総集編の長い動画を上げて以来、先週の金曜日更新しなかったですね。なんかこっちのセカンドチャンネルの方をすごく頻繁に最近動画公開してるのに、どっちがメインかわかんないですね。なんかね、こっちの方が正直言ってなんか公開のハードルが低いというかまあ再生数、なんだろうな、再生数は別に関係ないんですけど、なんだろうな、なんかこっちはもう本当にビデオブログの感じでやってるんですよね。向こうはメインの方はもうちょっとこっちよりも作品って感じで、まあ、意識の差だけかな。この板は、ここに前、手前にあったカウンターの、この板ですね。でも、このシンクにしてるキャビネットを、それともう兼用にしたので、この板は棚になります。壁に取り付けるやつです。釘を使わずにこのねスクリューでやるとこういうふうに材料が再利用できるんですよ。これね、つけたり外したりできるんで、木工の技術が拙いので、このスクリューでやれば失敗してもねやり直せるのが結構大きいかもしれないですね。よし、これはね、友達がプラハに旅行に行った時に買ってきてくれたお土産の一つのコースターです。ビアカルチャー、かわいいでしょ。僕が好きな感じのものをよく知ってるんですよ。埃よけとして使ってます。いや、やっとこの棚ができて、こっち側はだんだんできてきましたね。やっぱそのストーブの横前に以前これがあった場所をどうするかですね。まあ年内あと何日かありますけど、どこまでいけるかな。また報告しますね。